何でしたっけ、やったでしょ前に、ケビンとジョリーだよ。あ、はい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 、あいつらね。どもどもオメガってる、オメガケビンとオメガ、ジョリーだよ。僕たち双子のメタチューバーなんだ。あれね、キャラクターが2体しかね公開されてなかったんだけど、ついに自分でカスタマイズして作れるようになったの。マジで？そう。リアルな顔が作れちゃうんですか？そうだ。やばい。ちょっとね触ってみたんだけど、いや設定項目が多くてめっちゃくちゃむずそうなんだよね。マジ？でも、リオそういうの得意ですから。ということで、今日の企画は、メタヒューマンクリエイターを使って勝手に好きな作品を実写化しよう。え？リアルな顔がさ、あれ作れるじゃないですか。はい。なのでね、これで何か実写化っぽい動画を作ってきて、それぞれで披露したいんですよ。あー、なるほどね。はい。それでは、作っていきまーしょう。いきまーしょう。あのね、なんかこれ名前が出てんの。え、そうなの？見て。え？あ、ジョリーノじゃん。ジョリーナってアダさんっていうの。あ、本名アダさんっていうんだ。じゃあケビンは、ケビンどこにいんの？ちょっと行ってみるわ、下の方にあるんじゃない。すっげえ顔の種類すごいね。どこケビン、いやケビンどこにいんの、ケビンなんていう名前なんだろう。ケビンどういう、どこにいんだよ、ね、ケビンどこで、下の方に、あ、いたいたいた、タロ、え、こいつタロ日本人じゃん。日本人だね。日本人だ。ほんつ、何タロさんっていうのか。全然太郎って顔してねえけどな。シスの動画作ってきましたか。作ってきました。どうでしたかメタヒューマンは。いや、めっちゃ簡単だったわ。簡単、超簡単。いや、結構ね、難しいよ。え、あのね、ブレンドっていうのが結構大事で、なんか顔のね感じをなんか3種類選んでどれに近づけるみたいなね。そうそうそう、目はね上の人、うん、口は左の人みたいな、こうなんかやるんだけど、それがすごい重要で。そう、あと髪型とかもねすごい少なくて、少ないの少ないの。そうそうそう、もうちょっとね髪の毛をねボリューム増やすとか伸ばすとか、なんかこう前髪後ろ髪横髪とかパーツごとに分かれてるとかあったら、すごいいいなって思ったよね。確かに色もね全然なかったんですね、髪の色もね。そうなの、黒髪とか茶色とかね、そういう無難な髪型、髪の色しか選べなくて、なんか奇抜な色は、ね、選べなかったよね。でもさ、あのさ、マックでできるからさ、リオはさ簡単だったの。あ、確かにね、あのブラウザでねできるので、うん、簡単にねやることはできるんですよ。そう、それではね、はい、レイちゃんのカラー見せていきましょう。見せてください。それではレイちゃんのはこちら。はい。二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になったやつがどこにいるものか。誰、もうやらないからな。あ、すごい。誰が二度とガンダムなんかに乗ってやるものか。ガンダム、くえ。はい、素晴らしい素晴らしい。え、これガンダム。いやでもね、これアムロレイでしょ、どう見てもこの髪の色とかブライトさんよ。誰、嬉しいんでしょ。これ嬉しい。親父にもぶたれたことないのにって。確かに、隣ならあいつ誰、こいつが、あいつフラウボーだよ。あいつなんでさ、ちょっと見たの、あいつこうやって見てんだ、アムロのこと見てんだよ。何、いやちょっとね、動画としてはすごい短いし。確かに短いよ。ちょっとね難しいね、すごい時間かけてやったのに。動画にするともう一瞬なんだよね。あ、時間めっちゃ使ったのこれ。そう、メタヒューマンにはね、あのね、コントロールリグがついてて、それで腕の動きとか、あのこう腰の動きとかね、
調整できたんで、それであの、うん、その変な動きとかはしなかったんだよね。なんか変な風にで飛んだとか。確かにこうやってさやってんのおもろいね。そういうのはないんだけど、うん、2時間ぐらいねやったけど、たった10秒ぐらいの動画になっちゃったんで。マジで編集で、うん、そう手付けモーションってむずい、モーションつけるのに時間かかるんだ。そうモーションつけるのに時間かかるんですよ。やっぱ手付けモーションって大変だよね。こうやってさ自分でこう ねモーションキャプチャーできればよかったけど、うん、ちょっとね手付けモーションでやったんでね、やっぱなるほど、ね、すごい手付けモーションやってる人本当にすごいと思う。すごい、それすごいと思うわ。ちゃんとハロも持ってんですよ、フラウボーは。あれ、ハロ？え、岩石じゃん、あれ。それでは、次はリオの見てください。いや、なんかリオちゃんのね、ちょっとね、撮影中の声がでかすぎて、あんたの聞こえてきちゃったんだよね。だから何のキャラか、なんとなく分かってんだよね。え、言わないで、言わない。じゃあ、じゃあ見てみましょう。はい。それでは、はい、どうぞ。たった一つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナン。キャー、顔やば。え、ねえ、何、どういうこと。キャー、繋がってる。どうしたの、ラン姉ちゃん。死、死んでる。死んでる。バロそんなわけ。何になっちゃうかも。何なのその表情。やる動きよ。犯人はこの中にいる。テレテレテンテレテンテンテテンテレテレテンテレテンテンテテンテレテンテンテテンテンテ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 テン。犯人はお前だ。証拠はその角だ。みんな同じとこやるから。助けて。顔やばすぎでしょ。真実はいつも一つ。ファン終わり。え、どうこれ。これどうよ。もうこれ本当に力作なんだよ。ね、何なの。わかる。わかる。でしょ。正解。このね、もう名言とかをね入れまくっちゃった感じよ。あのさ、角生えてんの誰かわかる？全然わかんない。ランネーちゃんじゃん。なんでわかんない？なんで角生えてんの？ランネーちゃんって頭とんがってんじゃん。だから。なんそれで。コナンさん。やばすぎだろ。なんで三人同じ表情じゃん。なんで。この有名な曲歌っちゃって、こいつはさ、アガサアガサね、こいつアガサアガサ、名前忘れて、やばいっしょ、やばいっしょ、超頑張ってね。死体こんな目の前にいたのにさ、全然気づかないじゃん。面白いね。めっちゃ面白い。でもさ、棒立ちだな。え、こいつら、え、3人でさ、うん、死体目の前にして棒立ちで。これはコナンのファンの人、本当にごめんなさい。あ、コナンのファンの人、すいませんでした。すいませんでした。怒られるよ、こんなの。はい、はい、いやー面白かった。めっちゃ面白かった。っ、ね、レイちゃんもちょっとギャグ寄りにね、すればよかったな、リオちゃんのやつみたいに。え、面白かった。いや、ギャグじゃないんですけど。え、これ真剣にさ、真剣にさ、声とかもさ、何回もさ、言い直したりしてさ、あの、頑張っただよ。これで真剣はやばい。超真剣やったんだよ、これ。怖い、怖い。いや、面白いですね。面白いね。ぜひね、皆さんもメタヒューマンやってみてください。やってみてください。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね。バイバイ。声はさ、ちょっと似てたんじゃない？バロー。